ロスコー風力発電所はアメリカ合衆国南部のテキサス州のノーラン郡のロスコーに設置されている風力発電所である EON クライメートリニューェブルズが所有・運営を行っている世界最大級の風力発電所で627機の風力原動機を備え781.5メガワットの発電容量を持つ完成当時は 発電容量が735.5メガワットのホースホロー風力エネルギーセンターを抜いて世界最大の風力発電所であった。この記録は現在では1020メガワットの発電容量を持つカリフォルニア州のアルタウインドエナジーセンターに更新されている。発電所は4段階に分けられて建設された。第1段階として2008年に 三菱製1ット発電機209機を建設。同じく2008年に第2段階でシーメンス製2 8ット発電機55機を建設。2009年半ばに第3段階で GE 製1 5ット発電機166機を建設。そのすぐ後に第4段階で三菱製1ット発電機197機を建設している。 計画予算は10億ドル以上で、テキサスの平均的な家庭25万世帯分を超える、電力を供給できる。フォートアースの西 320km ほどの位置にあり、面積は10万エーカーで、テキサスの4つの郡にまたがっている。地元の面農家、クリフ・エセレッジが計画の立ち上げを助けている。規模が大きいことに加え、計画からロイヤルティを得ることが見込まれる。 地主の数が400兆と多数であったことから発電所は注目されていた。そしてこの発電所はテキサス州西部や回廊地帯などの地元経済の活性化に貢献している。ありがとうございます。